三井講師10月16日から1953年4月3日は日本の文学者、歌人、右翼思想家。原理日本社創立者の一人。本名は幸野助。東京帝国大学文学部卒業。山梨県中駒郡松島村出身。成果は地主の家庭。甲府中学校に入学したが甲風になじめず、上京して経過中学校に転入。 第一高等学校を経て、1904年、東京帝国大学文学部国文化入学。1907年卒業。一高時代の1902年に死去した、正岡四季の短歌革新に共感する。三井の日記や手帳には、四季区の書き抜きや、四季の死に際した、追悼句が記されている。一高廃区会や高浜巨子の区会に参加し、帝大時代には、 万葉研究を行うほか、ネギシタン科会に属し、伊藤幸チから指導を受ける。1904年からは、四季の没後に、伊藤や長塚節らによって結成された、ネギシタン科会の機関紙である、足尾》に、歌や評論を発表し、編集にも携わる。伊藤や、長塚らとは、個人的にも信仰が深く、山梨の実家に招いては、三鷹商選挙など名称を案内している。 この頃、東京帝国大学文学部専科に在学していた、近住津ネオンと交友するが、津ネオンの兄である新州大屋派僧亮の近住、上官とも、ちぐを得る。1907年に帝大を卒業した三井は、1908年に、足火の後継子、赤根を創刊する。赤根はネギ守派の家人と、帝大出身の文とらが集まり、伊藤らの花壇の他小説や西洋文学、 議曲や批評なども扱う文芸総合詩となる。しかし、三井の西洋文学傾斜者や学級的姿勢、伊藤の文学的姿勢への非難や戦火の不満などで伊藤や長塚をはじめ参加者の多くが離反したため、三井は独力で観光を続けた。1909年には、わらび新一郎の創刊した歌詞荒木との合流が計画されるが、 伊藤や斎藤も吉らの反対を受け、三井は赤根を休館させる。また三井は評論家としても活躍し、総合雑誌、日本及び日本人において短歌戦者となり、陸活難、日本と三宅節令、日本人が合流した、日本及び日本人でも精力的に執筆した。評論や芸テ、ファウストの翻訳などを発表した。 1910年には結婚し、翌年には上京して、作家活動と並んで母校である、経過中学の教師となる。1911年には金を新聞として復刊し、翌年5月には氏命を人生と表現に改め、1925年まで観光を続けた。1915年には山梨駅教師、人生と表現の編集と、日本及び、 日本人での評論活動に専念するほか、数多くの著作を刊行している。この頃には、親鸞やドイツ人心理学者のビルヘルム・ブントなどを研究していた。1925年には、ミノダ・ムネキや松田福松らと右翼団体、原理日本社を結成し、帰還し、原理日本を刊行した。帝国大学に見られた自由主義的風潮や、 マルクスレーニン主義を激しく批判した。また、貝イノ国出身の尊能思想家である、山形第二の検証活動にも携わった。1928年には四季島の道会を設立し、明治天皇漁政廃傷運動を起こした。貝野ノ市竜王、山形神社の三井講司可避代表家としては、が著名である。終戦直前に、弟子で名誉のミノ田ムネが自殺。 終戦後、占領軍により公職追放され、農地改革により土地のほとんどを失った上に、農拘束により、半身不遂に陥る。さらに戦地から引き上げてきた次男を失う。その後は、戦前同様に昭和天皇の御政を商用する一方、民主主義や普遍的価値観を商用する姿勢に転向した。1953年4月3日政挙。 没後には、歌集や、書館集、先週や前週などが刊行された。また、彼の文学資料は、山梨県立文学館に所蔵されている。江口敏弘が総称実行した手のひら領事は、三井が理論的体系を与え、浅川元住が体操形式を発案して発展したと言われている。三井の著書には、手のひら領事がある。ありがとうございます。